方で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局尾身秀之先生にお越しいただいています。尾身先生こんにちは。どうもこんにちは。今日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ先生、冒頭でも、はい、ご紹介いたしましたけれども、今日はね、はい、ちょっとこのスタジオ内にぎやかになっております。はい、明治薬科大学薬学部薬学科5年生の皆さん6名にお越しいただいているんですよね。はい、というのも、一心堂薬局さんで今研修中ということなんですけれども、先生せっかくなんでね、はい、皆さんにお名前いただきましょうかね。はい、自己紹介、はい、はい、じゃあこちら側からお願いします。荒木です、よろしくお願いします。広岡です、よろしくお願いします。山口です、よろしくお願いします。三村です、よろしくお願いします。島田です、よろしくお願いいたします。佐藤です、よろしくお願いいたします。はい、ということなんですね。ありがとうございます。先生、はい、研修に来られて今どのぐらい。4週目ですね。はい、もうじゃあ割と長い期間いらっしゃるんですね。はい、そうなんです。はい、どのぐらい。8週、まあ2ヶ月ですね。2ヶ月ですか。はい、もうみっちり、はい、そうですね、学ばれるわけですね。はい、はい、どうですか、受け入れて。そうですね、まあ皆さんは本当に真面目でいらっしゃって、うんうんうん、はい、まあ本当に真剣にこの漢方実習をこう、はい、受けていただいておりますんで、うん、はい、なんか本当にこう見た印象ですけれども、もう理知的でこうね、真面目そうな雰囲気がすごく伝わってきますね。うん、はい、はい、なんかクスクス笑って、はい、そうじゃないよってことなのかしら。どうでしょうか。あ、いや真面目ですって。あ、違う方もいらっしゃるようですね。はい、なんか楽しい雰囲気でね、研修されてそうですね。さあ、では今日はですね、便秘と肌トラブルについての話題です。はい、まず先生、便秘についての定義を教えてください。はい、また便秘っていうのはですね、自然なこの排便のメカニズム、まあ、これがですね乱れてしまって長時間ですね腸内にとどまって、まあ、不快なその状態になる、まあ、これがまあ便秘なわけなんですね。はい、でしかしですね、よくまあ、1日に1回じゃないとダメっていうような認識がありますけど、そうではないんですね。うん、この排便回数においては個人差があるんで、便秘をそのある期間のその排便回数でその定義するというのは非常に難しいというようなことも言われているんです。うん、つまり2日に1回の排便がその方にとっては、まあ、快適であれば、まあ、それは便秘ではないと、うん、まあ、そういうような形でですね、はい、言われているわけなんですね。はい、では便秘の方の自覚症状はどういったものが挙げられますか。はい、まずやはり自覚症状としましては、その排便回数が非常にまあ少なくなってくるわけですよね。うん、であと水分の少ないそのコロコロしたその硬い便が出る方、うん、はい、であと排便困難でこううまく出せない、まあ、力んでも出ない、まあ、そういうふうに訴える方、はい、であと残便感だとかその腹部の張った感じでガスがその溜まる、あるいはガスが出るというような自覚症状を訴える方がいらっしゃるんですね。うん、はい、はい、さあでは今日は便秘と肌トラブルというテーマなんですけれども、はい、両者は関係性があるんでしょうか。はい、あるんですね。うん、はい、どのような関係性があるんですか。はい、まず便秘になるとなんでこう、まあ、悪いかと言いますとですね、腸内にですね毒素が発生するんですね。うん、はい、でこの腸内のその、発生した毒素がですね、まあ、腸内のこの毛細血管から血液中に溶け込んでいくんですね。うん、はい、でそうなると皮膚からまあ排泄されるような形になるんですけども、あ、まあ、その時にまあ皮膚に炎症ができやすくなる。うん、ですからまあ便秘とその肌というのは関連性があると。はい、であとですね、まあ、この便秘が原因で起こる、まあ主なその皮膚疾患といった時にどういうふうなものがあるかと言いますと、やはりニキビ、あと吹き出物、はい、肌荒れ、まあ、シミ、こういうふうなその皮膚疾患にこの便秘が原因してくると、起因するというようなことなんですね。はい、はい、腸内の毒素が原因なんですね。そうなんです。はい、よくまあ、食べ物の中には窒素が含まれているわけですけど、うん、まあ、その窒素がですね
腸内で発酵すると、まあ、窒素毒というものになって、うん、インドールであるとかまあ、そういうふうなこう、まあ窒素毒と言われる部分がでこれが血液に流れて、うん、皮膚で炎症を起こすというふうなことですね。はい、はい、では今日は症例をお二人紹介していただきます。まずお一人目の症例は、はい、便秘の方の症例からご紹介させていただきたいと思うんですが、まずコロコロしたその、まあ、硬い便ですね、1週間以上出ないこともザラだと、はい、でお腹が常にこう張っていてすっきりしないと、であと、ニキビでですね便秘が10日以上続くとひどくなると。でどの部分にあるかといいますと、ほっぺたと顎の部分にニキビができますと、はい、あと体質的な部分としましては生理痛がひどいということと頭痛持ちと、でまあ、お使いになられているお薬としましてはその便秘薬、まあ、たまに使うと、あとビタミン剤で、あとそのニキビ用の塗り薬ですか、うん、これを使ってますという方の症例なんですね、はいはい、でこちらの方にまあ服用していただいたお薬っていうのがですね、頭角蒸気湯というお薬と抑胃乳を併用していただいたんです、うん、でこの方のまあ経過状況をお話しますと、まず1ヶ月経った時点ではですね飲み始めてからすぐにまあ便秘は治ってきたんですね、はい、腸にこうリズムがついてきたんです、うん、で肩こりもですね少し楽になってきた、これが1ヶ月後のコメントなんですね、で3ヶ月経過した時点ではですね便秘は全く問題なくなったと、うん、はい、で、ニキビもですね少し落ち着いてきたっていうんですね、うん、で最近生理痛もひどくないと、で5ヶ月経過した時点ではですねほっぺたのニキビが落ち着いてそんなにまあ出なくなってきましたと、うん、で頭痛も最近起こりませんと、で9ヶ月経った時点でのコメントがですね便秘をはじめニキビやその生理痛、肩こり、あと頭痛、まあ、こういうふうに悩んだ症状がですね全て楽になってきているということで、まあ、現在進行形の方の症例なんですね。そうすると、はい、便秘が原因で生理痛がひどかったり頭痛が起きてたり肩こりもっていうことも考えられるんですか。そうですね、そうなんですね、はい、いろんなところにこう支障をきたしてくるわけですね。そうなんですね。ではお二人目の症例をお願いします。はい、こちらの方はですね2年ぐらい前からですねこのニキビでお悩みの方の症例なんですね、はい、ニキビはですね顔のその口の周りあと、背中ですか、うん、この部分にまあできますと、うん、で、タイプ的にはですね赤く腫れて海を持つようなニキビなんですと、はい、で肩が凝りやすくてまあ頭痛を起こしやすい、であと便秘がひどくてですね 4,5 日に1回の排便ですと、でウサギの糞のようでガスがよく出るんですと、で場合によってはそのお腹が張って苦しいような時もありますと、であとですね便秘が続くと、まあ、肌荒れ、あとそのアトピーなんですね、この方このアトピー症状がひどくなる感じがすると、でお使いのものとしましてはニキビ用の洗顔剤とビタミン剤を服用していますという方の症例なんです、はい、でこちらの方にはですね正常防風湯というお薬で、あと腸胃蒸気湯というお薬を、まあ、併用していただいたんですね、はい、でこの方のまあ経過ですけども、飲み始めてこの方も便秘はすぐ治ってきたんですね、はい、で1ヶ月半経った時点でのコメントがですね、うん、便はこう相変わらず調子よく、まあ、お腹が常にこうすっきりして体がですねなんと軽くなった感じですと、はい、で3ヶ月経過した時点では頭痛も起きずに最近アトピーの調子もいいと、うん、でニキビは以前ほどではないがまだできますと、はい、で6ヶ月経過した時点では、ニキビが赤く腫れることはなくなってきましたと、で8ヶ月経過した時点でのコメントがですね、顔の方にはあまりできなくなったっていうんですね、ニキビが、はい、で11ヶ月経過した時点では背中の方も最近できなくなり、まあ、落ち着いていますと、もちろんその他の症状も調子がいいという、まあ喜んでいただいている方の症例ですね、はい、割といつもこう漢方っていうと長期的な、ね、服用で効果が現れたりっていうことなんですけれども、はいはい、この便秘に関してはお二人ともこう1ヶ月後ぐらいでこうちょっと速攻性があるっていうふうに言ってもいいんでしょうかね、はい、便秘に関しましては結構速攻性で、はい、すぐに効果が出るっていうふうな部分で、ことが多いんですか、はい、多いですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、今日は便秘と肌トラブルについて取り上げていただきました。
さて先生、はい、せっかくね今日はあの、はい、明治薬科大学のね皆さんにお越しいただいたので、はい、最後になりましたけれども、はい、一言あの石井薬局で研修をもう3週4週目に入られている、はい、ということなので、はい、なんかこうどんなことを学ばれたとか、はい、感想を一言聞きたいですよね。はい、はい、じゃあぜひあのまたいいですかね、お名前紹介していただいた順番にあの一言ずつもう一度お名前と一言感想を聞かせてください。ではお願いします。荒木です。私は維新堂薬局の立川店で漢方について楽しく勉強させていただいています。はい、広岡です。維新堂立川店で毎日楽しく漢方の勉強しています。山口です。宇田店で漢方薬の勉強や煎じ薬を作ったなど4週間楽しく実習させていただいてます。三村です。実際に現場で実習させていただいて自分が処方したわけではないんですけどお客様が良くなったっていうのを聞くと嬉しく思います。うん、島田です。実習では毎日煎じ薬を作らせていただいたり調剤のお手伝いをさせていただいたりとても貴重な経験をさせていただいています。残りの実習も一生懸命頑張りたいと思います。佐藤です。私は川口店で実習をさせていただいています。お客さんの話を親身になって聞いている姿を見て勉強になっています。はい、ありがとうございました。なんか先生、はい、あのからでは皆さんに何かこう、はい、エールをお願いできますか。そうですね、まあ、あと半分実習も残っておりますんでもうぜひともあの一心堂の、言い分を学んでいっていただければと思いますんでぜひ頑張ってください。はいはい、ね、なんかあの、はい、お客様からのこう嬉しいね、はい、あの良くなったっていう声を聞けて嬉しいなんて、はい、いう言葉もありましたけれどもね、はい、やっぱりあのそういうところ大事ですよね。そうですね、やっぱりこう薬剤師冥利に尽きるんじゃないでしょうかね、そういう部分が、はいはい、ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんこの後もねまだ、ようやく半分ぐらいっていうことなので、はい、まだ残り半分も頑張ってください、ね、とても楽しく研修されている様子でしたね。はい、はい、ありがとうございました。ここまで小木秀幸の漢方で健康に、今週も維新堂薬局の小木秀幸先生とそして明治薬科大学の5年生の皆さんと今日はお届けしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかったです、ね、急なお願いにもかかわらず素晴らしい、ありがとうございました。はい、じゃあちょっと2分 CM があるのでこの間に、はい、心はね、それだけで、はい、はい、すいません、はい、じゃあまた来週もよろしくお願いします。どうもすいません、ありがとうございました。失礼します。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそう、はい、失礼します。あ、ありがとうございます。あ、どうもこんにちは、ありがとうございます。どうもすいませんでした。新鮮でいいですね。はい。